One of my reliable cooperators, named UGM San, wrote to me that we can read number 71, hidden in a secret number in Saint Jerome, painted by Leonardo. Number 71, which stands for Apollo in Jewish Gematria, together with number 61 in the painting, which stands for God also in Jewish Gematria. Today's video starts from here, and if number 71 is related more or less with God, it must be a striking discovery for human beings. With these two numbers, we can get a message from Jesus after 1500 years in the Renaissance that God is Apollo, or Apollo is God for humans. Whatever it is, let's examine it in this video, shall we? YUGM さんという方からダヴィンチの描いた聖ジェロームの絵の中に71という数字が読み取れるというコメントが届いています。71はユダヤのゲマトリアではアポロを意味します。その聖ジェロームの絵の中にはもう一つ61という数字が隠し込まれていました。61は神を意味します。2つの数字をつなげると神はアポロであるとも読み取れますし、アポロが人間の神であるとも読み取れます。今日の動画はここから始まりますが、早速検証してみたいと思います。広志林、浜松シティ、ジャパン。もう一度最初から、ダヴィンチなる画家が描いたとされる聖ジェロームの絵の中に隠されている2つの数字について簡単に説明しておきます。YUGN さんですかのご指摘によればですね、ここに一文字の形で71という数字が読み取れるというわけです。71はアポロを意味しますが、ここだけを見ているとですね、どこかこじつけっぽい感じがしますが、同じような手法でミケランジェロがあのシスティーナ礼拝堂の壁画に7を描いています。中央にいるのがイエス・キリストですけども、その下に隠し文字の形で77が描かれています。つまり77はユダヤのゲマトリアによればですね、救世主キリストを意味します。で、ここに表現されている7とですね、左のセント・ジェロームに表現されている7がですね、酷似しているということです。つまり無視できないということになるのではないでしょうか。話を戻します。また聖ジェロームの絵の中には61という数字が隠し込まれていました。聖ジェロームの左上のキーワークで囲んだ部分です。この部分を拡大し180度回転してみます。61は先ほども言いましたように、ユダヤのゲマトリア、つまり暗号によって読み解くと神を意味します。神です。この61については動かしがたい、定義ということになります。で、71をどう理解するかですけども、その前に少し脇道にそれます。ギリシャ、トルコにはアポロ神殿があちこちに残っています。これがポンペイのアポロ像ということになります。で、気になったのはですね、ポーズがよく似ているという点です。聖ジェロームの方もですね、一方の足を伸ばし他方の足を曲げています。ポンペイのアポロ像もやはり一方の足を伸ばし片方の足を曲げています。その間には2000年近い年月がありますから、これをどう判断するかということになります。そこで
私林博氏のアポロイコールミトラ説をその事実の上に重ね合わせてみます。左からミトラ、そしてアポロ像と並んでいます。で、左二つはフリギア棒でつながっています。そしてまた顔もですね、ミトラとアポロは同じ顔です。まあ、ギリシャ彫刻はこのような形でですね、まあ、神々の世界を立体彫刻書ということで表した、まあ、言うなれば立体歴史書ということになります。つまりギリシャ彫刻はですね、このような形でミトライコールアポロなんだよ、アポロイコールミトラなんだよということを私たち後世の人間に教えているということになります。つまりミトライコールアポロ説ということになりますが、これを裏付ける証拠がもう一つあります。アポロは左のデルフィあるいはデルポイで冬の間を過ごし、右のルキアで夏の間を過ごしたと言われています。ルキアといえばミトラの生まれ故郷であり、ミトラが最後の晩餐をして天上へ帰っていった都市としても知られています。そしてデルフィにはアポロ神殿があり、その神殿と同じものがルキアにもあります。まあ、こうして、デルフォイとルキアがつながるイコール、アポロとミトラがつながるということになります。さらにこんな事実もあります。聖ジェロームの向かって右にはですね、奇妙な絵が描かれています。家のようでもありますが、まあ、右のですね、各地に残るアポロ神殿と比べてみるとですね、どこか似ているという感じがします。全く同じものを見つけることはできませんでしたが、どこか雰囲気が似ているということになります。これはあくまでも似ているという範囲での話かもしれません。まあ、ともかくもここにこんな建物が描いてあるということですね。今右にご覧いただいているのはデルフィにあったと言われているアポロ神殿の創造復元図です。で、大方の方はですね、まあ、こうした数字を見るとですね、そのようにも見えるだけというふうに判断なさるかもしれませんが、ちょっと待っていただきたいということで少し回り道をします。これはジョルジョ・バザーリの描いた絵ですけども、この絵の中には12という数字が隠し込まれていました。12というのは、バビロニア・メソポタミアの神聖数でニンフル・サグを意味します。つまりここに描かれている右端にいる人物はニンフル・サグということになります。ルネサンスの時代の画家たちはこのような形で、つまりメッセージを残したということになりますが、この絵の中には77という数字が隠し込まれていました。77はクライスト、救世主を意味します。そしてこれはアグスティアノ・ベネチアノの絵ですけども、その絵の中には1502という数字が隠し込まれていました。15はイナンナ・イシュタールの神聖数です。02反対に読んで20はシャマーシュの神聖数です。ヘブライ語というのは左から右に読み、次の行は右から左に読むという習わしがありました。ともかくも15はイナンナ・イシュタール、20はシャマーシュを意味します。で、イナンナ・イシュタールとシャマーシュが組んでキリスト教を当初は立ち上げました。そのことはもう少し後で詳しく説明しますが、こんな例もあります。ミケランジェロ・ブアノヌティがカッシナの戦いの絵の中にこんな数字を隠し込んでいました。カッシナの戦いの絵です。その中には775027という数字が隠し込まれていました。77はキリスト、50はベブリカル、つまり聖書のという意味です。そして27はケイン、カインという意味です。つまりキリストは聖書でいうところのカインのことなんだよということになります。こうした事実を裏付けるかのようにですね、それぞれの絵を比較してみると大変興味深いことがわかります。
丸印をつけたところに注意してください。同じです。つまりこのような形で共通性を持っているイコール、ただ単なる思いつきによる数字ではないということになります。上はミケランジェロ・ボラノティの描いたカッシナの戦いの絵です。そして下の絵はですね、中世の画家たちが描いた絵ということになります。それぞれの人物がですね、全く同じである点に注意してください。そしてこの人物なんですけども、この人物は誰かということになりますが、この人物と同じ人物をミケランジェロ・ボナノティはシスティーナ礼拝堂の天井画に描いています。一般には右の人物はリビアの巫女、巫女つまり女性として説明されていますが、この人物には男性の乳首らしきものが表現されているのみならずですね、この角度であるならば、つまり女性であるならば、乳房さが見えていてもおかしくありません。つまりこの人物は男性ということになります。つまり巫女という女性ではないということですね。まあ、この男性の乳首らしき点に注意してください。システィーナ礼拝堂の天井画に描かれている絵の中には、このような隠し絵、騙し絵が至るところで表現されていますが、それは今日のポイントではありません。ともかくもこのような乳房さが見えていてもおかしくないということですけども、その乳房さがないイコール巫女ではないということになるのではないでしょうか。で、話を少し戻しますが、右下に描かれている人物は、これはイエス・キリスト、あるいは救世主自身ということになります。そして左に描かれているのがイナンナ・ヒタールイコールマリアということになります。そのことは他の絵と比較してみるとわかります。繰り返します。この人物はマリアということになります。15の神聖数でつながります。そしてこの絵の中には1502という数字が隠し込まれています。15はイナンナ・ヒタールの神聖数、20はシャマーシュの神聖数ということになります。まあ、このような形で、つまり中世の画家たちはメッセージを絵の中に隠し込んだということになります。まあ、その一つがですね、冒頭で挙げました聖ジェロームの71という数字につながっていくということになります。ついでですが、イナンナ・ヒタールとシャマーシュの関係について説明しておきます。これはローマ法王の紋章です。 IHS と表現されています。そしてこの紋章はイナンナ・ヒタールの紋章、金星を表す紋章とシャマーシュの紋章、太陽を表す紋章が合体していることに注意してください。そして先ほどの絵ですけども、その中には1502という数字が隠し込まれています。15はイナンナ・ヒタール、20はシャマーシュを表す神聖数ということになります。では間の H は何かということですけども、 H はヘイレル、つまりプロメテウスイコールルシファーを意味します。ヘイレルということになります。つまりヘイレルが中心にあって、左右にヒタールとシャマーシュがいるということになります。 by 林博士説ということになりますが、繰り返します。 I はヒタール、 S はシャマーシュということになります。で、何らかの形でシャマーシュがですね、手違いによって処刑されてしまいます。で、その代わりにマルドゥク、すなわち、アポロイコールミトラが、まあ、キリスト教の世界に入り込んできたということになりますが、それはともかくもこの H は誰かということですけども、 H つまりヘイレルということになります。ヘイレルというのはプロメテウス、あるいはルシファーの別名ということになります。もともと同じ第一天使だったのですけども、まあ、人間側から見ればですね、人間に知恵を与えた英雄、すなわちプロメテウスということになりますし、ローマンカトリックから見ればですね、人間に知恵を与えてしまったということで、大サタンという意味でですね、ルシファー、大悪魔と呼ばれるようになりました。そのヘイレルが中央に
描かれています。つまり IHS というのはイスタール、ヘーレル、そしてシャマーシュという意味になります。で、話を戻してですね、じゃあここに右下に描かれている人物は誰かということですけども、それについては別のところで詳しく説明しましたが、この人物こそがイエス・キリストということになります。同じ人物がアゴスティのヴェネチアーノの絵の中に描かれている点に注意してください。20のところに描かれています。20はシャマーシュ、つまりイエス・キリストということになります。まあ、このような形でここに描かれているのはマリアとイエス・キリストということになります。繰り返しになりますが、イシュタールとシャマーシュ、その中央にヘーレルが位置するということです。で、現在のローマ法王であるフランシス法王は図らずもイエスの父はヘーレルであると宣言してしまいました。ヘーレル、つまりプロメテウスイコールルシファーということになります。で、ローマンカトリックでは、まあ、大きな騒動となりました。つまりイエスの父はルシファーという大サタンであるということをですね、フランシス法王が、まあ、口にしてしまったからということになります。まあ、ともかくそれは今日のポイントではありません。で、もう一度右下の人物に注意してください。同じ人物をミケランジェロなる画家がカッシナの絵の戦いの中に描いています。比較してみてください。そして右から2人目がダ・ヴィンチなる画家が描いたスケッチ画です。これら3者は同じと判断します。特に右のですね、上下の人物は頭に花冠をつけています。つまりこれらの群像の中での王であることを示しています。で、左の人物ですけども、これは異難なイシュタールですね。そしてやはり同じ人物がカシナの戦いの絵の中に表現されています。左はミケランジェロなる画家が描いたとされるカシナの絵の戦いの絵の中の、まあ、人物です。中央がアグヌスチのヴェネチアノの描いた人物です。そしてこの人物、中央がですね、イナンナ・イシュタールですから、左もイナンナ・イシュタールイコールマリアということになります。そしてそのマリアは人間ではなかったようです。背中にはヒレが表現されています。まあ、これをどう解釈するかは皆さんにお任せするとして、これが中世の画家たちが私たち未来の人間に残したメッセージということになります。まあ、このような形で一文字の形でですね、まあ、私たちにメッセージを残したということになります。ですから冒頭で挙げましたようにですね、聖ジェロームの絵の中に一文字が隠されていたと考えても何らおかしくないということになります。つまり一文字イコール、まあ、1500年後のイエスから私たち未来の人間に対するメッセージということになります。で、結論ということになりますが、71については、まあそのようにも見えるかなというレベルをやや超えたレベルの話ということになるのではないでしょうか。61についてはですね、同じくレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる東方三博士の礼拝の絵の中に隠し込まれていた131という数字と書体が同じという点で、やはり譲れない定義ということになります。61は繰り返しになりますけれども、ユダヤのゲマトリアによれば神を意味します。ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる東方三博士の礼拝の絵の中に書かれている131という数字をもう一度ここで確認しておいてください。Thank you.
さらにこんな興味深い事実もあります。左がセントジェローム、真ん中がアポロということになりますが、ポーズがよく似ているということなんですね。ミトラ像もやはり一方の足を伸ばし一方の足を曲げて表現されるのが普通ですがですね、同じポーズの人間があのパブロ・ピカソの描いたゲルニカの絵の中にも表現されています。向かって右下にいる人物がその人物ということになります。一般には戦場のゲルニカの様子を描いたものと説明されていますが、本当にそうでしょうか。もしそうであるとするならば、ピカソ自身もこの絵が何の絵であるか知らないまま発表したということになります。つまりピカソ自身がですね、この絵を描き与えられたか、描いてもらったか、あるいは描き方を教えてもらったかということになりますが、ともかくもこの絵の中にもですね、やはりセント・ジェロームが表現されています。向かって左がパブロ・ピカソの描いたゲルニカの中の人物です。右が、ダ・ヴィンチなるかが描いたとされる、セント・ジェロームの絵です。ポーズが同じであるという点に注意してください。のみならず、ピカソの描いたですね、私林博士は聖ジェロームと判断していますけれども、この人物の手の中には石らしきものも表現されています。石です。右のですね、ダ・ヴィンチの描いた聖ジェロームの手の中にも石が表現されています。つまりここに描かれているのは神ということになります。誰が、ね、人を石持て打てるだろうかという、まあ、そういう話に基づいていると私は判断しています。ともかくも同じようなポーズのと言いますか、同じポーズの、人物がですね、ゲルニカの絵の中にも描かれていた、イコールピカソのゲルニカはですね、戦場のゲルニカの様子を描いた絵ではないということになります。それについては別のところで詳しく論じましたので、結論ということになります。アポロイコールミトラ、ミトライコールアポロ説 by 林博士ということになりますけども、もしそうであるとするならばですね、その上に聖ジェロームの絵の中に隠し込まれていたかもしれない71イコールアポロ説をですね、重ね合わせると、神はアポロイコールミトラということになります。で、もう一度最後に確認ということになりますが、左がミトラ像です。中央、そして右がアポロ像ということになります。左二つはフリギア棒でつながります。そして顔が同じです。右がアポロ像です。顔が同じです。まあ、このような形でミトラとアポロがつながるということになります。ミトラすなわちギリシャ彫刻名アポロということになります。共に太陽の神でつながっています。そして71はですね、つまりはアポロということになる可能性が高いイコール71という数字をですね、あえてダ・ヴィンチなる画家を通して1500年後のイエスが聖ジェロームの絵の中に隠し込んだと考えられるということになります。またそのように考えることについてですね、間違ってはいない、少なくとも間違ってはいないということになります。もう一度ポーズを比較してみてください。左が聖ジェローム、中央がポンペイのアポロ像、そして右下がミトラ像ということになります。一方の足を伸ばし片方の足を折り曲げています。まあ、こうしてつながっていくということですね。となるとやはり聖ジェロームの絵の中に71イコールアポロを意味する、つまりはユダヤのゲマトリアによる暗号が仕組まれていたと考えてもおかしくないということになります。まあ、ここではあくまでも灰色にといいますか、黒に近い灰色という形で聖ジェロームの絵をですね、解釈したいと考えています。聖ジェローム by レオナルド・ダ・ヴィンチです。
で YUGN さんのコメントをもう一度お読みください。セイジェロームの下半身が71に見えます。ゲマトリアで読むとアポロとも読めるというわけです。つまりここに描かれている数字は71であり、1500年後のイエスはその数字の中にアポロという暗号を隠し込んだということになるのではないでしょうか。 Bye for now。In a painting painted by Leonardo da Vinci, you see the number 61 when it is turned upside down. Number 61, which stands for God in Jewish gematria. This fact indicates that Saint Jerome, as is widely believed,is not Saint Jerome in history, but he is God himself. To prove my theory, please have a look at the man who holds a stone in his right hand. Only God can throw a stone. This means that he is God himself, and I understand that.This is a self-portrait of God himself. And with beard and mustache, the man here painted, as you see, is the man in a portrait of Leonardo da Vinci, or the man who has been widely known is God himself after 1500 years in the Renaissance.聖ジェロームこそが神自身でした。聖ジェロームの絵の中に隠し込まれていた61、つまりユダヤのゲマトリアでいう神を意味する数字が決め手となりました。つまりダヴィンチなる画家が描いたとされる聖ジェロームは歴史上の聖ジェロームではなく神自身の自画像だったのです。その証拠にこの人物は手に石を持っています。そうです、誰が石を持って人を責めることができるでしょうか。神のみが石を持ってそれを投げることができるのです。その聖ジェロームにひげをつけたのが私たちが知っているあのダヴィンチなる芸術家の自画像なのです。広し林浜松セリージャパン。セントジェロームとして描かれた絵こそが、つまりは神の自画像であったということになりますが、もう一度最初から画面を見ながら説明します。レオナルドという画家が描いたことになっている聖ジェロームです。この左上のところに隠し数字、隠し文字が仕込まれていました。拡大し180度回転してみます。するとそこに61という数字が現れてきます。この書体はモナリザ並びに岩窟の聖母の中に隠し込まれている数字の書体と同じです。それはともかくもここに61という数字があることに注意してください。61です。61というのは11種ゲマトリア、つまり暗号によれば神を意味します。つまりここに描かれているのは神自身ということになります。つまり1500年後のイエスはレオナルド・ダ・ヴィンチなる操り人形芸術家を通してこのようなメッセージを私たち未来の人間に残したということになります。で、そのセント・ジェロームの顔にひげをつけてみます。セント・ジェロームです。拡大し、そして傾きをやや変え、そしてこの人物の
顔にひげをつけてみます。するとその顔は私たちが知っているあのレオナルド・ダ・ヴィンチの年老いてからの肖像画の顔となります。つまり一致するということです。左がセント・ジェロームの顔にひげをつけた顔、そして右が私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と言われているものです。で、この両者を比較すると違いがないという点で同じ、つまり同一人物であると判断します。左右を比較してみてください。大きな口、曲がった口、細い唇ですね。そして目、目に注意してください。目の付け根にイボがあるのが分かります。イボが一致しています。そして目尻の様子ですね。そして決定的なのは両者の目には瞬膜、目の中の膜があるということです。この膜によって目を保護していたと考えられます。つまりセント・ジェロームの目の中にもレオナルド・ダ・ヴィンチの目の中にも瞬膜があるということです。このことから私たちが知っているあのレオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家の自画像はレオナルド・ダ・ヴィンチという人間の自画像ではなくて、つまりは神の自画像を加工、変更したものであるということがわかります。さらに言えば左が神の自画像となると右も神の自画像ということになります。Ladies and gentlemen, it's my great privilege that I can show you our Lord and Savior, Jesus Christ, to you, all good people in the world. Joy to the world, the Lord is come.Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ.
the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. For as the curse is found. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glory of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders, and wonders of his love. Let men their songs employ.
fields and floods, rocks, hills and plains. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make his blessings flow, for as the curse is found, for as the curse is found, for as the curse is found. Glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders, and wonders of his love.
John chapter 8, 11, 1. Jesus went to the Mount of Olives. Early in the morning, he came again to the temple. All the people came to him, and he sat down and taught them. The scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery, and placing her in the midst, they said to him, Teacher, this woman has been caught in the act of adultery. Now in the law, Moses commanded us to stone such women. So what do you say? This, they said, to test him, that they might have some charge to bring against him. Jesus bent down and wrote with his finger on the ground. And as they continued to ask him, he stood up and said to them, Let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her. And once more he bent down and wrote on the ground. But when they heard it, they went away one by one, beginning with the older ones, and Jesus was left alone with the woman standing before him. Jesus stood up and said to her, Woman, where are they? Has no one condemned you? She said, No one, Lord. And Jesus said, Neither do I condemn you. Go, and from now on, sin no more. イエスはこう言ったとされています。なんじゃのうち罪なき者石もて打てと。つまり石を持って人を責めることができるのは神イコールイエスだけということになります。その石をセントジェロームなる人物が持っているということは、この人物はセントジェロームではなくてイエス自身ということになります。広し林浜松セリージャパン、今ご覧いただいているのはレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるセントジェロームの絵です。このセントジェロームの絵の背景に61という数字が隠し込まれていました。61というのはユダヤのゲマトリアによれば神を意味します。つまりここに描かれているのは神自身ということになります。そしてこの人物は向かって左側右手の中に石を持っています。つまりこの人物は神自身であることを示しています。が、今日のポイントはここではありません。あのパブロ・ピカソも代表作ゲルニカの中にそのセント・ジェロームを描き込み、そしてその手の中に石を描いていました。パブロ・ピカソの代表作、それがゲルニカです。このゲルニカの右下のところにセント・ジェロームが描かれていますが、パブロ・ピカソもこれがセント・ジェロームであることを知りませんでしたと私は判断しています。右がセント・ジェロームです。左右反転するとそのポーズはまさにゲルニカの中に描かれている人物と一致するということです。ポーズを丁寧に
追いかけてみてください。つまり左のパブロ・ピカソのゲルニカの中に描かれている人物はセント・ジェロームということになりますが、パブロ・ピカソもこの事実を知りませんでした。私林博士がこの事実を発見したのは2017年の終わりです。つまりパブロ・ピカソはですね、この事実を知る由もありませんでした。となるとこのゲルニカは本当にパブロ・ピカソが描いたのかということになります。謎が謎を呼ぶというわけです。それはともかくも、今ご覧いただいていますようにこのパブロ・ピカソの描いたセント・ジェロームの手の中に石らしきものが描かれています。一見すると指のように見えますが、指はちゃんと5本別に書いてあります。つまりここに描かれているのはセント・ジェロームであり、そしてそのセント・ジェロームは石を持っているということです。右のセント・ジェロームが石を持っていると発見して、そしてそれを発表したのはこの私林博士が最初です。となるとこうした事実をどのように考えたらよいかということになってきます。ともかくもここに描かれているセント・ジェロームなる人物は、つまりセント・ジェロームを台にした絵ではなくて、つまりは1500年後のイエス自身が自らの姿、つまり自画像を描き込んだということになります。石持て打てる人物は誰か、つまりここに描かれているのは神自身ということになります。そしてその絵の背景には61、つまりユダヤのゲマトリアによれば神を意味する暗号が隠し込まれていました。これが1500年後のイエスから私たちへのメッセージということになります。Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make His blessings flow. For as the curse is bound, for as the curse is bound, for as the curse is bound. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness and wonders of His love.
wonders of his love, and wonders and wonders of his love. In a painting painted by Leonardo da Vinci, you see the number 61 when it is turned upside down. Number 61, which stands for God in Jewish Gematria. This fact indicates that Saint Jerome, as is widely believed, is not Saint Jerome in history, but he is God himself. To prove my theory, please have a look at the man who holds a stone in his right hand. Only God can throw a stone. This means that he is God himself, and I understand that this is a self-portrait of God himself. And with beard and mustache, the man here painted, as you see, is the man in a portrait of Leonardo da Vinci, or the man who has been widely known is God himself after 1500 years in the Renaissance.聖ジェロームこそが神自身でした。聖ジェロームの絵の中に隠し込まれていた61、つまりユダヤのゲマトリアでいう神を意味する数字が決め手となりました。つまりダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる聖ジェロームは歴史上の聖ジェロームではなく神自身、神自身の自画像だったのです。その証拠にこの人物は手に石を持っています。そうです、誰が石を持って人を責めることができるでしょうか。神のみが石を持ってそれを投げることができるのです。その聖ジェロームにひげをつけたのが私たちが知っているあのダ・ヴィンチなる芸術家の自画像なのです。広し林浜松セリージャパン。セントジェロームとして描かれた絵こそが、つまりは神の自画像であったということになりますが、もう一度最初から画面を見ながら説明します。レオナルドという画家が描いたことになっている聖ジェロームです。この左上のところに隠し数字、隠し文字が仕込まれていました。拡大し180度回転してみます。するとそこに61という数字が現れてきます。この書体はモナリザ並びに岩窟の聖母の中に隠し込まれている数字の書体と同じです。それはともかくもここに61という数字があることに注意してください。61です。61というのは11種ゲマトリア、つまり暗号によれば神を意味します。つまりここに描かれているのは神自身ということになります。つまり1500年後のイエスはレオナルド・ダ・ヴィンチなる操り人形芸術家を通してこのようなメッセージを私たち未来の人間に残したということになります。で、そのセント・ジェロームの顔にひげをつけてみます。セント・ジェロームです。拡大し、そして傾きをやや変え、そしてこの人物の顔にひげをつけてみます。するとその顔は私たちが知っているあの
レオナルド・ダ・ヴィンチの年老いてからの肖像画の顔となります。つまり一致するということです。左がセント・ジェロームの顔にひげをつけた顔、そして右が私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と言われているものです。で、この両者を比較すると違いがないという点で同じ、つまり同一人物であると判断します。左右を比較してみてください。大きな口、曲がった口、細い唇ですね。そして目、目に注意してください。目の付け根にイボがあるのが分かります。イボが一致しています。そして目尻の様子ですね。そして決定的なのは両者の目には瞬膜、目の中の膜があるということです。この膜によって目を保護していたと考えられます。つまりセント・ジェロームの目の中にもレオナルド・ダ・ヴィンチの目の中にも瞬膜があるということです。このことから私たちが知っているあのレオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家の自画像はレオナルド・ダ・ヴィンチという人間の自画像ではなくて、つまりは神の自画像を加工変更したものであるということがわかります。さらに言えば左が神の自画像となると右も神の自画像ということになります。Ladies and gentlemen, it's my great privilege that I can show you our Lord and Savior, Jesus Christ, to you, all good people in the world. Joy to the world, the Lord is come.Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and heaven and nature sing. Joy.The world the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat
the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows grow, no thorns infest the ground. He comes to make his blessings flow, for as the curse is bound, for as the curse is bound, for as the curse is bound. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders, and wonders of his love. Some gods were eating human children for food. King Christ made a painting of this fact and taught us humans this fact. The picture of Saint Jerome, which is said to have been drawn by Leonardo da Vinci, is just one of them. In the picture, the children who became sacrifices for gods are depicted. And yet, another child was drawn in the picture. K.
Keiko Tachibana-san found a child and reported it to me. In addition, there is a report that there may be hidden a number 72 in the form of secret number in the picture, so I hereby report it to you as well. Then, 72 can be read as 27 in Hebrew, and 27 stands for Cain in Jewish gematria. In other words, Cain Christ himself added his signature to this painting.神々の中には人間の子供を食用として食べていた神々がいました。その事実をカイン・キリストは絵画にして私たち人間に教えました。レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされる聖ジェロームの絵もその中の一枚です。その絵の中には人身釘となり犠牲になった子供たちが描かれていました。でさらにもう一人子供がその絵の中に描かれていました。立花恵子さんがその子供を見つけ私に報告してくださいました。またその絵の中には隠し数字の形で72という数字があるのではないかという報告も届いていますので、それをここに合わせて皆さんに報告します。つまり72は古代ヘブライ語では反対に27と読むこともでき、27はユダヤのゲマトリアではカイン、キリスト、カインとなります。つまり神自身がその絵の中に自らの署名を書き加えたということになります。広し林、浜松シティ、ジャパン。もう一度その絵を見ながら皆さんと一緒に確認しておきたいと思います。レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされるセント・ジェロームの絵です。でその絵の下ですね、今矢印で印をつけましたけれども、その部分にですね、どうやら子供の骸骨が隠されているのではないかということなんですね。で横を少し縮めてみます。そうするとですね、子供の頭蓋骨になるというわけです。少し縮めてみました。 20% 縮めてみました。そうするとですね、眼光があり、まあ、右を見ているね、骸骨の顔になるというわけです。となるとですね、この絵の中にはこれで3人の、まあ、これをこの骸骨を子供の骸骨とするならばですね、3人の子供の姿を確認できたということになります。で立花恵子さんがおっしゃるにはですね、以前どなたかがですね、これを71と読んでいたんだけれども72ではないかという報告を届けてくださいました。72ですね。そして72はユダヤのゲマトリアで読むとですね、つまりカインとなるわけです。古代ヘブライ語はですね、左右自由に読み書きできる習わしになっていましたから、72を27と読むこともできるということになるわけです。そして27はですね、ユダヤのゲマトリアによればですね、神カインを意味します。Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing.
joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make his blessings flow. For as the curse is bound, for as the curse is bound, for as the curse is bound. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders.